アン・バーリー・エッティンガー、または、アン・バーリーは、米国ペンシルベニア州、ルザーン郡出身のファッションデザイナーを志す、ファッションモデル、女優である。第44代アメリカ合衆国大統領である、バラク・オバマが、大統領選挙に立候補した際、オバマを応援する、プロモーションビデオ、オバマに、夢中にオバマガールと名乗り、別の歌手の歌にリップシンクしながら踊る映像が、インターネット上の動画共有サービス YouTube で注目を浴びて著名となる。なお、このビデオ制作に、オバマ陣営は関与していない。公式サイトにおける本人の自己申告によれば、アメリカ陸軍所属の軍人を父として、ペンシルベニア州、ルザーン郡ヘイズルトンで1982年10月2日に生まれた。父親の転勤により、たびたび転校を余儀なくされていたが、高校卒業後ニューヨーク州立ファッション工科大学に進学するためニューヨークに単身で転居。同大学でファッションモデルや演技などに開眼したといい、幼い頃からジャズダンスやタップダンス、バレエなどに親しみ、長じて、体操やチアリーディングなどの経験により、演技能力を培ったと述懐した。ゼロゴシップのインタビュー記事によれば、母親はファッションに関する多くの本を著した、デザイナーのローズワン・エッティンガーで、父の転勤により何度も転居を重ねたと語り、また進学は服飾など、ファッション関係や、ベンチャービジネスを志したからで、水着のモデルや、商業誌のモデル、音楽ビデオ、広告のモデル、テレビ番組のスタッフの経験があったとも語っている。コスミックトリビューンの同年11月のインタビューにおいて、アン・バーリーはモデルを志望したのではなく、ファッションデザインを学ぶ目的で、ファッション工科大学に入学したが、結果的にファッションモデルへの道が開いたと語っている。第21回ミスハワイアントロピックページェントで、ザ511タクティカル S アワードを受賞した経歴や、本人の公式サイトが挙げる掲載誌紹介によれば、雑誌 EN FHM2004 年10月号、EN マキシム2005年8月号、プレイボーイの2007年10月号など、男性向け雑誌にモデルとして登場した経歴がある。グラフトビアンメイクアップというエアブラシや光沢性液体ラテックスを扱うファンタジー化粧会社がオバマに夢中、公表後の2007年10月にオバマガールを受賞する。以前は同社のモデルであったと名乗りを上げたが、本人の公式サイトに同社の記載はない。なお、インタビューなどでは自分の名前をアン・バーリーと自己紹介し、通常はエッティンガーと名乗らず、一方、オバマガールを名乗った例がある。ニュースキャスターらがフルネームで呼ぶ場合は多い。マーケティング及び広告業を営む32歳の実業家ベン・レリスの着想でプロモーションビデオのプロジェクトが始まったのは2007年6月。レリスはほとんど無名のモデルだったアン・バーリーのウェブサイトを見つけ出して呼びかけ、自分のアイデアを伝えてモデルに起用、テンプル大学在学中の21歳の学生リアカウフマンが作曲、歌唱した EN、I Got a Crush on Obama をバックに、アン・バーリーが口パクで歌いながら踊るビデオを制作、ついで政治風刺サイト。BarelyPolitical.com を立ち上げ、同サイトのコンテンツとして採用し、同時に動画投稿サイト、YouTube のアカウント BarelyPolitical を取得した上で、オバマガールの名を冠した。同作品を投稿したのは2007年6月13日のことであった。投稿後5時間で視聴数が1000回を超え、翌日には投稿されたビデオが人気を集めていることを数多くのメディアが取り上げ、制作者のベン・レリス、演技をするアン・バーリー、作曲者のリア・カウフマンについてなどと250以上のテレビ局がニュースで報じた。その後、さらに新聞や雑誌も盛んに取り上げることによって人気を加速する結果となった。内容はリア・カウフマンの歌う米国ポップミュージックをバックに部屋の中や街角で私はオバマにもう夢中。2008年まで待てない。ヒラリーとの討論会で熱弁を振るった、あなたは、素敵と歌いながら踊り、アフリカ系初の大統領を目指す、民主党のオバマ上院議員への、いわば参加となっているが、オバマ支持を公言するレリスはもとより、アンバーリーが、オバマの大統領選挙陣営に属しているわけでもなく、また面識もない。オバマ議員とアンバーリーが会っているように見える映像は、画像の合成で作られている。YouTube だけで、同年7月には250万回、12月には400万回の視聴数を獲得し、2008年1月には500万回を突破している。なお、YouTube を埋め込む形式を用いず自社サイトに動画を掲載する報道機関や他の動画サイトにも存在するため、実際の視聴数はそれを上回る。この成功に対し、オバマ陣営は、プロモーションビデオ制作について関与を否定しながら、インターネットによる豊かな想像力の一例だと好感を表明し、作品を評価している。本作品に対し、ヒラリー・クリントン大統領候補を応援する作品として、女優で歌手のテアリン・サザンが2007年7月にホット4ヒルフィーチャリングタリン・サザンというビデオを発表している。人気の高まりを受け、レリスはオバマガールのシリーズ連作として、同年7月に討論08、オバマガール対ジュリアーニガール、9月に兵隊さんが好き、12月にブッシュ大統領への歌、あんたは、レームダックを次々と発表。そして2008年1月にはボクサーに赴任し、シルベスター・スタローン主演の映画、ロッキーのテーマ曲に合わせて、ヒラリー選対本部をじらす様子を描いた、オバマガールが、アイオワ州のため復帰を発表している。その他にもメイキングビデオや、ダース・ベイダーの弟、チャド・ベイダーとの対話編なども発表している。ありがとうございます。